深い悲しみの中でも希望が遠く思えても、紡ぐ絆は始まり、僕らまだ飛べるさ、行こう。お待ちしていましたよ。やはりあなた方でしたか。ようこそおいでくださいました、インドの、いえ、リーシャさん、ロイドさん、マクダエルのお嬢さんもご無事だったようで何よりです。アランドール少佐もお久しぶりですね。前に契約を結んで以来だったか、博覧流殿。その説はお世話になりまして、いや、しかしクロスベルも大変なことになってしまいましたね。神様が運よく共和国に戻られた直後だったことだけは幸いでしたが。ええ、まさしく行幸かと。不調での連絡感謝します。姿が見えないようですが、イリアさんとキーヤちゃんはどちらに？どうかご安心を。あちらの砦でお待ちいただいています。万が一お怪我でもあればことですから。やっぱりか。調印式の騒動に現れない時点であなた方の立場は察していました。新総統と取引したんですね。お見通しとは信用がない。いえ、信用の賜物とも言えますか。再独立後のクロスベル支社の経営方針を模索中、新総統閣下から打診されましてね。本国の長老方も納得の上で取引に応じさせてもらった次第です。あなたという人は。何度か協力を結べたと言っても、彼らは彼らということでしょう。それにこの方位と間合い、こちらの戦力も完全に把握して準備を整えたみたいですね。さすがはインドの。ええ、実は善意の情報提供者がいまして、万全の体制で迎えさせていただきました。情報提供者？まさか。いや、レクターさんじゃない。彼が総統に通じているなら、黒の英雄を退けてまで俺たちと合流する理由はないはずだ。あ、確かにそうですね。やれやれ、アーマちゃんつうか、博覧流もせこい真似をしてんじゃねえっての。これは失礼。
あなた方も余計な真実を知るよりは彼を疑っていた方が幸せかと思いまして。余計な真実だと。そうか。調印式以来バニングスたちに接触した人間は限られている。おそらくはアルモリカ村にいた誰か、それも詳しく戦力を伝えられる程度には親しい人物しかありえないわけだ。え、一体それはリーシャ。サンサ、どうしてここに。まさか。うん、全部教えたよ。支援課とリーシャたちが村に来ていることも、前に店に来た赤毛の人がいることも。一体彼女に何をしたんですか。まさか暗示か何かを使って。ご存知かとは思いますが、あいにくそこまで器用な真似はできません。我々はあくまで情報提供を受けたまでです。どこまでもご友人を思うけなげな彼女にね。リーシャ、一緒に町に帰ろう。新総統の言う通りにすれば世界はもっと良くなるでしょう。リーシャも、もう危ないことをしなくて済むんだよね。そんな、サンさん、私が心配させたせいで。リーシャ、あのオーラはまさか調印式の時の。どうやら本人すら気づかねえうちに取り込まれちまっていたみてえだな。そして何らかのトリガーで発言し新総統に従属させる、そんなからくりだろ。そこまでなのか。一体どういう力なの。もろもろの推察は町への護送中にでもご自由に。ラウ。は。支援課、インドの友どもこの場で拘束させてもらう。悪く思わないでいただこうか。東方武術の使い手たちか。待って、こんなの約束が違うよ。リーシャたちに手は出さないって。あんたは。ご安心を。少しの間眠ってもらっただけです。心配せずとも仲良く一緒に町まで送って差し上げますよ。来るぜ。思い通りになってたまるか。迎撃するぞリーシャ。了解しました。後悔するますら与えません。全力でサポートするわ。キーヤちゃんたちのためにも。悪いが覚悟していただこう。さあ行くぞ。とどめだ、タイガーチャージ。今だ。もらった。投げ払え。今です。続いてください。了解だ。さあ始めるわよ。聖なる女神の奇跡よ、光と何と天より来たれ。オーラレイン。ありがとうございます。さすがにやりますな。我が愛は無限、去りゆく者へのたむけ。眠れ白金の光に抱かれ。バックメッツ。
ぬれく来い今です。速攻で行きます。了解だ。ここまでか。さすがは伝説の教師だ。見事なもんだぜ。あなたこそ、カカシ男の異名は伊達ではありませんね。さすがはインドの。かつての契約相手だろうと、もはや容赦するつもりはありません。イリアさんとキーヤちゃん、サンさんも必ず返してもらいます。なんという動機だ。今の彼ら相手ではさすがのラウでも一歩届きませんか。申し訳ありません、サオ様。キーヤたちを置いておとなしく引いてくれ。サオさん、このメンツならたとえ相手があんたであろうと。さて、そうしたいのは山々ですが、あいにく見届け役が来ていらっしゃいましてね。何？手を焼いてるみてえだな。あいつは、ガルシア、あんたまで来ていたのか。そこにいるのはキーヤちゃん。イリアさんも。リーシャ、ライド、エリー、ごめんね、キーヤ捕まっちゃって。キーヤさんは市内でけなげにも独自に避難活動をしていましてね、偶然居合わせたイリアさんと共に保護させていただいた次第です。大丈夫だキーヤ、すぐに助けてやるからな。頑張っていてくれて偉いわ。もう少しだけ待っていて。うん。改めてでかくなったじゃねえか。なあ、ロイド・バーニングス。調印式で見たときは一瞬ガイのやつに見間違えたくらいだぜ。それはどうも。こちらはただただ残念だ、ガルシア・ロッシ。あんたならしっかり罪を償ってやり直してくれると信じていたのに。統一国ってのが成立したら望むだけの島をくれるって話でな。ルバーチェ復活のためにもこいつらの叩き直しと指揮くらいは引き受けてやったわけだ。臭い飯を食い続けるくらいなら目の前の勝ち馬に乗りたくなるのが人情だろうな。ルバーチェの復活、そんなことのために。でもふざけんな、ガルシア。あんたがそんな玉か。独立国の時不当に拘留された俺を脱出させてくれたのは誰だ。俺ですら知らなかった兄貴のあり方を話してくれて立ち上がらせてくれたのは誰なんだ。そんなあんたがそんなくだらない理由で新総統に就くわけがないだろ。ロイドさん、そうね、私も納得がいかないわ。おじさまにしたって。少しは成長したと思ったが、甘っちょろいところは相変わらずだったが。半端な覚悟で戦場に出てきてんじゃねえぞ。おや、まさか手を貸していただけるのですか。ふん、まだるっこしいのが嫌いなだけだ。てめえは気に食わねえが、せいぜい役に立ち上がれ、アクランリュー。いいでしょう、キリングベア殿。かつての高層時代のように心を躍らせてもらいましょうか。元西風の連隊長と達人レベルの武術使いか。相手にとって不足はありません。サオさん、お覚悟。頑張ってロイド、みんな見ていて、キーヤちゃん。必ず助けてやる。
彼らを乗り越えて。てめえらの覚悟をせいぜい測ってやる。ではお相手を務めさせていただきます。これで決める。ターン。高ぶりますね。させない。踊りましょうか。暗系臨界。頑張って。さて仕上げといくか。さて、お遊びはこれまでだ。はい。ナイツオブレベル。そんじゃ、アバよ。よし。おもらった。やりますね。さあ行くぞ。とどめだ。タイガーチャージ。クソったるが。悪いが先に行かせてもらうよ。チッ、ガキどもが。お見事。チャンスだ、行け。リーシャ、エリー。くっ、貴様。うーよし。ライダー。どっか、キア、よかった。怪我はないな。ここまでのタックルができるなら心配ないか。うん、全然平気。ありがとう、助けてくれて。信じてたよ、絶対にまた会えるって。俺たちもさ。イリアさん大丈夫ですか。イリアさん。リーシャ、そっか、助けてくれたのね。こんなに体力を消耗して。待っててください、すぐ安全な場所に。え、やった。ここまで来れば。まさか。レクターさん。リーシャ、離れて。残念。でも今のに反応できるなんて、さすがはリーシャ。私が見込んだだけはあるわね。
あ、サイド？久しいな、ロイド。そしてキーアよ。警察犬としての役目を今一度果たしに来たぞ。何？狼だと？所詮は獣だろうが。いえ、それだけではなさそうですよ。てめえら、聖杯の騎士。今のをかわすかよ。聞いてた通りの達人揃いみたいね。やれやれ、どうやらとんでもないところに来たみたいだ。真相と想像以上みたいだね。マジ君たちまで。こいつが予感の正体か。いい方も悪い方も当たっちまったみたいだが。ハラカラどもと共に引くがいい。落ちたる舞姫よ、今この場でお主らの目的はもはや叶うまい。そうみたいね。私というジョーカーも切っちゃったし、弟君たちとリーシャをまとめて捕まえるいい手だと思ったんだけど。イリアスさん、一体どうなった？ここまでが。少々物足りない気もしますが、キーヤさんはお返ししましょう。支援課の方々、インドのもいずれまた。その姿は。まあ今日のところはこれで引いてやる。せいぜい無駄なあがきをするんだな。見失った今のお前らなんざ何の障害にもならねえだろうが。な、何を言って。すでに舞台の幕は上がったわ。あなたたちはせめて観客として楽しむといいでしょう。クロスベルを中心に今こそ大陸が一つになる。そんな誰もが夢見た最高の演目をね。待ってください、イリアさん。嘘ですよね。イリアさんが、あなたが町の人たちを、サンさんをあんな風にしたなんて。リーシャ、まずは舞台に上がる資格を示してみせなさい。物語の役を勝ち取れるかどうかはアーティスト次第。楽しみに待っているわ。